時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。この後6時までの約30分間、皆様最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる、広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしていきます。ということで、今日は7月の16日の日曜日ですね、つながるラジオのお時間です。今日はちょっと、津軽弁でお送りしていきたいと思っております。っていうのも、つながるラジオ始まってですね、初めましてのゲストさんを今日お迎えしておりますので、早速ですが紹介をさせていただきたいなと思います。株式会社クロックアッププロジェクトマネージャーを務めてらっしゃる斉藤望さんでいらっしゃいます。喋って大丈夫ですよ。皆さんこんにちは、こんばんは。斉藤望です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、斉藤望さんに今日は来ていただいて、もう青森県では超有名人と、もう知らねえ人はいない。誰も知らねえわ。いやいやいや、知らねえ人もいない。もう歩いてればみんなに指さされるっていうね、そんな斉藤さんなんですけど、今日はね、斉藤さんと一緒に、ちょっとこう、まあ、雑談じゃないですけどですね、一緒にこうつながってお届けしていきたいなというふうに思っておりますということですね。でメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmkinowan.com、797@fmkinowan.com、 すべて小文字です。YouTube でご覧いただくこともできますし、サイマル放送をやっております。リスラジカ、マイチューナーラジオ、アプリをダウンロードいただけましたらお聞きすることができますので、そちらでも楽しんでくださいということですね。はい、では始めていきましょうかね。行きましょう。なんか まずちょっとこの津軽弁でやる放送するのが初めてなので、なんかね、いや私は違和感ないんですけど、ラジオでやるっていうのがすごくちょっと今違和感あって聞いてる人が違和感あると思いますよ。確かに確かに。でも字幕入れた方がいいんじゃない？字幕。いやいや、そんな難しい津軽弁まだ使ってない。まだ使ってないな。だ全然使ってないですよ。なんかダダバダダバワガネベが、これぐらいになってくればダンダバワガネベになってくるたべが。ちょっと加減はね、王林さんぐらいの津軽弁のレベルで、ね、やっていきましょうかね。と、うん、いうことで、はい、まあ、斉藤さんね、今日ラジオをご出演いただいて、今このクロックアップっていうね会社さんにいらっしゃいますけど、実は元行政職員でいらっしゃるっていうね、異色の経歴もお持ちなんですけど、はい、いつまでやってたんでしたっけ？今年の春まで、3月まで。おお、30年。30年。勤続勤続30年行政職員をやっていて、はい、52歳で転職。それはもしかしたら初めての転職。初めての転職。職歴2行。素晴らしい、おめでとうございます。地方公務員と会社員。素晴らしい。なんかもう、ね、もうなんかもう北極と南極みたいなぐらい全然違いますけど。そう、服装も自由だし、髪型も自由だし、あと仕事中に音楽聴いてもいいし、結構自由、自由な雰囲気。やっぱりあれですか、まあ当たり前のこと聞きますけど、行政職員さんの時はそういうことしちゃダメなんですか？さすがにヘッドホンで音楽聴けないね。すぐクレーム来ますよ、本当に。ですよね。ですよね。うん、そりゃちょっと公僕でらっしゃるからね、そこはやっぱり市民ね。うん、そっか。じゃあでも、もともと、まあ、その行政職員時代に、まあ、私ね、斉藤さんとお会いしましたけど、 そうですね、はい、その時からすいませんけど行政職員僕はなかったんですけど。うん、よく言われますね。なんかよく IT 系とかって言われません？うん、デザイナーとかね。、うん、いや、じゃあもう今ね、ちょっとこう YouTube でね、ぜひご覧いただいてる皆さんも、うん、背景がもうだって、そのズームのね、今日背景でお送りしてますけど、うん、背景がもうまずおしゃれ。なんか、しかもこう、あれじゃないですか、ズームやるのも今、スタンドアップしてますよね、立ってやってますよね。あ、よくわかりますね、何でもわかります。いやもう、そういうのはわかりますよ、もう。すげー、立ってますよ、ほら。うん、わかりますよ。スタンディングディスクで。そう、スタンドとかそういうのもね、 IT っぽい。
なんかそういうのがね面白くて、うん、そういうなんか共生職員さん時代からなんかすごく親しみやすさっていうのがねあったんですけど、なんか今いろいろでもこう肩書きっていうんですか、うん、なんかいろんなのお持ちですけど、他はどんなことやってらっしゃるんですか。他はね、うん、父親支援の NPO 法人ファザーリングジャパンっていう団体があるんですけど、はいはい、ファザーリングジャパン、はい、うん、東京に事務所があるんですけど、うんうんうん、その法人の理事をやってます。あ、なるほど。それはどういう活動になるんですか。はい、ね、うんうんうん、まあ、良い父親よりも笑っている父親を増やしていこうっていう活動なんですけど、はい、まあ、ファザーリングっていう言葉造語なんですけど、ファザープラス ING でファザーリングっていうんですけど、なるほどなるほど、うん、父親を楽しむっていう意味を持たせています。おお、なるほどなるほど、うん、なんかこうやっぱりまあ家庭にもよると思いますけど、ちょっとお父さんが仕事に疲れてちょっと笑ってないなみたいな、うん、そういうのってお子さんにも良くないよねみたいな、うん、そういうところが、ね、奥さんにも、うん、子供たちにも良くないよねっていう。はあ、うん、なるほど。ファザーリングジャパンっていう活動、うん、はい、これってじゃあ全国的に沖縄にもありますよ、ファザーリングジャパン沖縄支部。そうなんですね、うん、あ、じゃあもしかしたらファザーリングジャパン関連の方ね、ちょっと昨日僕の知り合い玉那覇さんって言います。あ、沖縄っぽいお名前で、沖縄っぽい名字の玉那覇さん、玉ちゃん玉那覇さん、お聞きいただいていますでしょうか。聞いててほしいねぜひ個人的に連絡していただければと思いますあ、なるほど。じゃあ本当に北は北海道から南は沖縄まで、うん、そうそうそう、うん、すごいですね。ちょっと前まではでもその、うん、今理事じゃなく今は理事ですけど、あれですよね、今は理事で東北の代表やってました、うん、なんですよね。 6月まで。あ、6月まで、うん、あ、じゃあほんとつい最近。そうですそうです斉藤さんのここの半年間結構激動なことが起きてますね、いろいろ。激動ですね、うん行政職員から民間になるわ、うん、激動激動。もうね、うん、まあ、代表務められたのもちょっとこ う一旦こうちょうどね、組織の新陳代謝を図りたくてね。あ、なるほどなるほど、うん、まあでもそれぐらいこう長いこと勤めてらっしゃったと思いますね。そうですね、はい、なるほど。他はファザーリングジャパンの他にも、他はね、これも NPO 法人なんですけれども、はい、ブックストアソリューションジャパンっていう NPO 法人の事務局長を務めています。ブックストア、もう一度お願いします。ソリューションジャパン、ソリューションジャパン、略して BSJ。 BSJ かっこいい、なんかかっこいいでしょBSJ その事務局長やってますね今。いいっすね、なんかその肩書き自分も欲しい、 BSJ 事務局長BTS みたいな。そう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 、なんかちょっといいっすね。それはどういう活動に、うん、これはね、ええ、全国の自治体1700くらいあるんですけど、はい、でそのうちの450くらいの自治体に書店がない地域がある、うん、自治体がある。はあ、そうなんですね。うん、でそういう地域に書店を復活させたいっていう。うん、なるほどなるほど。そっか、今なんかこう私はどっちかっていうとこうね、うん、都市、まあ、青森県の方でも都市の方にいるんですけど、うんうん、やっぱり確かにない地域ってやっぱありますもんね。そうなんですよ、青森県はね12くらいあったかな。あ、12、町村町村ってことですね。うん、うん、青森県ってね40市町村あるので、の、うん、そうするとまあ本当に4分の1ぐらいはないとこがあるってことなんですね、うんうん、でも厳密に言えば、うん、市町村合併したじゃないですか。あ、ですね、はいはい。例えば弘前市だと、うん、相馬村といわき町と弘前市合併したじゃないですか、はいはい。でももしかしたら相馬村といわき町には書店がないかもしれない、弘前にあっても。そうかそうか、その、うん、相馬地区といわき地区にはない。そう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 ってことですよね。うん、と考えると450どこじゃないんじゃないかっていう。なるほど、感触。そうか、うん、今やっぱり旧市町村単位で何々地区みたいな呼び方ってやっぱりどこもされてらっしゃるんですかね、うん、やっぱり青森県だけじゃなくて。そうそうそう、地区単位だとやっぱないとこはかなり多いと、うん、
多分相当多いんじゃないかな。でもそうかもしれないですよね、うん、だから子供たちもね、その立ち読みしたことがないとか、就職して東京に行ったりして初めて立ち読みするとか、立ち読みっていう文化を知らない、私も中にはいたりとか、あだって書店ないんだもん。あそっか、んですよね、うん、あのワンダジって伝わるかな私たちが幼い頃はそう、わげものの時は、うん、なんかね、町の書店が必ずあって、で立ち読み、うん、ジャンプ楽しみ行って、うん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 、そうすれば書店の親父が畑持ってきておめえちょっと立ち読みやめろみたいな、無言の圧力をかけてくるみたいなのありましたけど、うん、そういう経験がないお子様が非常にじゃあ今は多いっていうことなんですね。あうん、でも言われてみたらコンビニも今立ち読み禁止だったりもするんで、立ち読みって文化は確かにね、なんか本当に一部の、うん、あのカフェ、あのカフェ併設の書店さんとかだけになってる感覚はありますもんね、うん、ああそっか、そじゃあそこの余裕地域に書店を作っていく活動でしたっけ、復活させたい、復活させていく活動っていうことですね、うんうん、そうですね、まあ、業今あるけどもいずれなくなるのを事業承継させるとか、 あるいはなるほど、あの地域おこし協力隊みたいな制度を使って、うん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 、まあ、ゆくゆくはそのなりわいを立てれるような書店、あただ書店だけでなりわいっていうのはなかなか難しいので、例えばカフェとか書店かけるなんとかみたいな、うん、二足三足のわらじで、うん、できればいいかなっていう、でその書店がその町の町づくりの拠点になるような、子供たちからお年寄りまで、うん、世代交流ができるとか、うんうんうん、でボランティアで絵本の読み聞かせしたりとか、はいはい、うん、そういうちょっとしたこう書店の中のにぎわいがその地域に広がっていけば、もっともっとこう町ってこう元気になるのかなっていう、あそういう使命を、いいですねそれって、うん、なんかこうコミュニティの一つになるというか、ですよね、うんうん、で特にやっぱ小さいお子さんとかね、やっぱ絵本を通じて、ほら、うん、今ね、あのこういう時代だから電子書籍とかそういうのも読んでる方多いし、うんうん、あれが別に悪いとかいうつもりも全然ないんですけど、便利だしね、うん、いいんですけど、でも絵本とかになるとやっぱ温かさとか、やっぱこうちゃんと読み聞かせることによって、うんうんうん、あのそのこう距離感、お母さんとお子さんとかお父さんとお子さんの距離感がやっぱりこうずっと幼心の時の記憶に残ったりとか、楽しい記憶し残ったりとか、やっぱ学びの場にもなりそうですもんね。そうなんですよ、うん、それはでもすごくなんかこう素敵な活動ですね。そうですよね。ああ、ちょっとすごい、今ね、うん、あの今の会社に就職して電車で通ってるんですよ、1時間かけて都会でもないのにすげえ都会でもないのに1時間かけてるっていう、なんかすげえ JR で港区民みたいなこと言ってますで、そうなった時に、はい、今紙の本に戻ったんですよ、なんかあ電車の中で読む本が、そっか、なるほど、うん、そっかそっか、1時間って不思議なもんで ありますもんね、うん、でもその前は電子書籍使ってた、もう電子書籍、Kindle で、Kindle だったんですよね、うん、漫画も全部、なんか不思議、なんでだろう、不思議なの漫画、うん、すぐ出してそのページから読めるみたいな、やっぱり電子より早い、あー、うん、そうなんですね、うん、そっか、まあ、どっちもいいんだけどね、あでも紙いいなと最近思ってきたね。でもなんか私もこう東京とか向こうさいた時に、うん、まあ、電車で本読むっていうと、うん、私電子書籍はね、あのやっと使ったことあるんですけど、うん、ちょっと自分はあまし馴染まなかった方だったんで、うん、やっぱ紙派だったんですよ、うん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 、だから電車の中はやっぱり言われてみたら斉藤さんと一緒、うん、紙で読んでますね、本でやっぱり読んでる、うんうん、なんだろう、あそっか、うん、面白いもんね、本当に、本当ですね、あ、うん、それも全国的に何組織いたりなんですか。これ全国的というか、まあ、事務所は東京に置いてて、はい、僕は基本的に青森で、あのオンラインで仕事してる感じ。
なるほど、なるほど、うん、すごいですね。もうなんか、だからね、うん、あの沖縄県でもさ、うん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 、書店がない自治体、地域、市町村あるのかなと思って。ああ、きっとあると思いますよ。うん、ぜひね、このラジオを聞いていらっしゃる方、ね、うん、そう、ラジオね、そうです、そうです。あの、うん、この連絡欲しいな。連絡ね、あの私のこの QR コード、うん、YouTube の QR コードでもいいですし、うん、FM ギノワンのメールアドレスでもいいですし、うん、あの今日 YouTube であの上げさせていただくときに、うん、概要欄の方には斉藤のずむさんのプロフィールとかが分かるリンク、うん、ちょっと連絡先も、メールかなんかのね確か載ってたと思うので、うん、SNS 含めて共有させていただこうと思ってますから、そちらにね、ご連絡いただいても大丈夫ですかね。そしたらね、お願いします、うん、ね、沖縄行ったことないんで、あ、ぜひこの、どうすね、いないのない、あれ、いないそうですか、九州もないよ。いや、そう、斉藤さんってちょっとまあこれ私の勝手な妄想っていうか、うん、いや毎週末どっか違うとこにいるから、まあいるけど一番西はね広島まで、あんだんすか、うん、これ南行ったことない、意外でしたこれは、うん、あ、んだんすね、海外の方が近いみたいないや、じゃあぜひこの、ね、ラジオ BSJ の活動をね、きっかけに行きたいな。いや、ぜひなんかあのおつなぎできそうな方がいたらね、私もちょっとおつなぎさせていただきます。ぜひぜひ沖縄の方、したいな、沖縄、あ、沖縄人脈結構濃いめなので、私、マジっすかそれはありがたいそうですね、ちょっと濃いめですね、はい、顔は濃いって言われるんだけど沖縄の人脈薄いんだよねじゃあそこは、いや、もう昨日アンデラジオやってるぐらいなんで、お願いします。いえいえいえ、とんでもないです、こちらこそです。で、あの、まあ、そもそも、じゃあちょっと話、今更戻りますけど、うん、どうぞどうぞ、今のお仕事はどんなことやってるんですか、うんうん、今はいろいろやってますけど、はい、まあ、会社自体が、うん、あの、クリエイティブ事業部と、うん、あと飲食事業部、あ、それから、お菓子とか、お惣菜の製造事業部。幅広い。あとは、幅広いですよ、うん。で、僕はそのクリエイティブ事業部に所属していて。はいはいはい。うん。で、そこには、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、空間デザイナーがいる中に僕がポツンと一人いるんですけど。いや、あの、一応僕の位置づけも、その、コミュニティデザイナーみたいな位置づけで。ぽいぽい。すげえぽい。うん、ぽい感じでやってます。ぽい、なんか似合う似合う、うん、そういうの、うん、なるほど、なんかいいですね、そういうあの、うん、クリエイティブ系の人の中にいる斉藤さんって、まあもともと行政職員ながら本当はちょっとかなり違和感なんでしょうけど、うん、でもなんか馴染んでる、いや見た目はなんか馴染む感じしますよ。あ、めっちゃ馴染んでると思いますよやっぱり、うんうんやっぱりなんだ、うん、じゃあそういうのでこうなんかこう創作物を、まあ、作ったりとかされるんですよね、うん、一番最初の仕事がね、ええ、あの会社がクロックアップっていう会社名なんですけど、はい、その社外と社内に向けた、うん、その冊子を新聞みたいなものを作りたいという社長の意向で、はいはい、あのクロックアップタイムズっていう新聞、はい、B4 の4面だから B2 の4つ2つ折りか、B2 の2つ折りで、はい、見えるかな、ああ、見えてますよ見えてますよ、うん、こんな感じの、はい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 、うん、今消えちゃった見開きだとこんなね、ちょっと YouTube ウェブでも見えるんで、あ、クロックアップのあの、うんうんうん、ウェブサイトもあの概要欄に、あ、そうですね、してもらいますので、ぜひぜひそっちからも見れるので、あ、なるほどなるほど、じゃあ紙媒体もあるし、うん、あるし、うんうん、ウェブ媒体、ウェブサイトにもある、ある、どっちもある、うん、わ、はい、すごい、じゃあそれは、月毎月1回、はい、毎月初日、うん、あ、なるほど、じゃあ8月号はもうちょっとですね、今原稿締め切りあさってですね、あそんな忙しい時すいません、編集長を扱ってるんで、なるほどもうなんかちょっと本当に肩書き一度整理整頓しないといけませんねこれはチャット GPT 使いまくってますけどね
いや、使えるものは使った方がやっぱそうでいいすでよすね。よ。ああ、じゃあそういう、それは、紙媒体はどこで手に入るんですか、それっ紙て。媒体は飲食のショップと、まあ、うちの会社のショップとか、あとは新聞折り込み、あんまりしないだけですけど、6000、の一部、6400部くらいい配や布してます。ー、それでもすごいですね。じゃあ、森市にちょっと行けないよと、紙でもらえないよって人は、ウェブでご覧くださいっそうでていうすことでね。すね。いや、まあ、たすぶん、ごい。あれじゃないですか。今、新聞取ってる世帯があまり多くない。確か若い世代はなかになか少ないのかなと思ってで。だから、まあ、ターゲットも、やっぱり50以上かなっていう。なるほど、なるほど、なる50ほど。以上の方のファンを増やしたい。おお、なるほど、なるほど。やっぱりこの人口減少時代で、なかなか新しいお客さんって来ても限界があるんで、やっぱり何回もリピートしてもらうお客さん、ファンになってほしいという思いも込めて、この新聞作ってます。なるほど、素晴らしい。じゃあ、コンテンツもやっぱりそういう50代の方にちょっとこう向けたメッセージ的なものが多いって感じいですや、かね。それは関係なくて、関係ないですか？関係なくて、各ショップの、まあ、ローテーションで。なるほど。そこはもう見てほしいこ初めとをましてちょっからと。始まってますけど、大体。なので、もう一つの側面は、社内法、会社の社内法としての機能も持たせてあるので。多いな。でも冷静に考えたら、でも自分の会社の社内報が新聞に織り込まれてると考えるとすごいことですよね。やりたい放題みたいな感じですよ、本当に。すごい面白い会社さんですね。いだってや会社の中にでも分かんない人もいっぱいいるもんね。ー、なんすか。50何人いれば、まただ会ったこともない人もいるかもしれないし。そうか、そうか。確かに、そうですよね。こう拠点がちょっとこう離れてたりするとね、顔合わせ場所てっがていね、うのもね、なかなかなかったりしますもんだね。からこの新聞見て、あ、こんな人もいるんだみたいな。でも、それはいいですね。なんかこう、新しい、なんか社内向けでもありつつ、社外でもあり。社外でもあり、新しすぎる。聞いたことないですね。いやー、すごい。でもなんか、そういう、なんかね、ウェブのことも、こう、斉藤さんってすごく詳しいというか、なぜならこう、デジタル庁のデジタル推進委員というやっもてのますね、そも、れも。やってらっしゃいますよね。やってます。デジタル庁のデジタル推進委員って、なんすか？河野太郎からの任命されている、おお。要は、まあ、デジタルの恩恵を享受できる社会にしようっていう、誰もが。で、今、その DX って言われてるじゃないですか。で、それが民間でも自治体でもどんどんこれからもっともっと進んでいく時代になった時に、取り残されない人はいないかなと。今の社会の中で。それが、やっぱりシニアとか、障害者の方とか、もしかしたら取り残されていくんじゃないかっていう、僕はちょっとこう危惧して、資格を取りに行って。なるほど。で、今は、その仕事とは関係なく、その日曜日とか、シニアの方とか、あと障害をお持ちの方に、スマホ、それからパソコン、教えに行ってます。すごいですね。なんかそういうこうシニア、いや特にうちの両親とかもですね、やっぱいわゆるシニア世代で後期高齢者と言われる世代になってくるんですけど、やっぱりスマホは持っているんだけど、やっぱ使い方っていうか、そういうのがちゃんと分かっていない、ね、まあ、ちゃんと分かる必要も別にないところはあるんだけれども、なんかやっぱり不安感がね、やっぱこうシニア層の方ってあって、なんかいろんなあるある。通知がね、こう出てきたりすると、なんか出会ったんだけど、どうすればいいのみたいな。ね、そういうちょっとこう不安感をこう取り除いてあげるだけでも安心したりするもんですよね。すだからごいな。教室とかやってもさ、みんなメモってくる。聞きたいことをあらかじめ。今日斉藤さんに聞くことっていう。なんか困ってることあるって聞けば、ちょっと待ってってカバンからメモ出して。もうちゃんとしたためてきもてくれてう、るんしたですためてく。ね。
なんかでも一番多いのがやっぱり今松山さんおっしゃったその通知が来てるんだけど、これどうすればいいのっていうのが一番多い。でそれを押すとお金がかかるんじゃないか。うんうん、うん、確かにね。それが一番の不安。わかんないっすもんね。だってね、うん、いやだからこう私たちがねこう、うん、普段使ってるからね、もう OK じゃなくて、やっぱりそういうシニアの皆さんとかにもやっぱこう優しく教えていきって、うん、分かっていただいて、うん、理解していただいて、で初めて何かこうその社会へのこうもっと本当に広がりに DX とかね、うん、そういった広がりっていうのはきっと見せていくんだろうなっていうふうに私も思うんですよ、うんうん、だから斉藤さんのやってる活動っていや本当にすごいなと思うし、ちゃんと草の根運動といいますかね、本当にこう地に足ついた活動されてらっしゃるなって。両輪でいかないとね、民間とか自治体はどんどん進めればいいし、まあ、それと並行してやっぱりその底辺草の根をやっぱりもっともっとこう水あげて育てていかないと、結局片方回転が遅くて片方早いと同じとこぐるぐるしてで前に進めない状態が続いちゃうんで。確かに、いや、やっぱ2つ両輪で回していくと、そう、いやなんか素晴らしいですね。なんかそんなこんなでね、もうあっという間なんですけど、もうエンディングなんですよ、これ来週も来週2週連続3週でもいいよ毎週やりますか、じゃあ何だったら俺も技能ワンで一つ番組持とうかな。いやいや、もうぜひぜひぜひ冗談ですよ、ぜひぜひやってください。もう大募集中なんで。マジっすか。はい、もう何だったら会社さんでお持ちいただいてもいいと思いますし、その辺もね、面白いですね。森健人が昨日ワンデイFM の番組でも新しいでしょ。新しいですね。そう、そう、新しいこと好きなんで自分も。ですね。ね、そんなこんなでちょっとあっという間のお時間だったんですけども、うん、ぜひね、今日斉藤さんのお話、本当にわずかしかお話伺えてないので、もっとどんな人か知りたいよっていう方はですね、私の YouTube でご覧いただいている方は QR コードをご覧いただきますと、つながるラジオの YouTube に飛べます。今日の動画の概要欄の方に斉藤さんのプロフィール、その他 SNS、クロックアップさんのホームページ等々ですね、掲載させていただきますので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。はい、ということで、すいません、今日は斉藤のぶさんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またお越しくださいませ。いつでもいつでも。ではリスナーの皆様、また来週5時半にお会いいたしましょう。それではヘバね、さようなら。ヘバ、ヘバ、ま